成田トップロードは日本の競争馬、守望馬。競争成績は中央競馬30戦発勝で菊花賞などに優勝した。年齢はすべて現表記に適載。成田トップロードは1996年4月4日に北海道猿群門別町の佐々木牧場で生まれ1998年に立東の沖吉尾急舎に入級した。主戦騎手には お急車所属の渡辺義彦が選ばれた。1998年12月5日に阪神芝2000メートルの新馬戦でデビュー。一番人気に指示されたもののマイネルサクセスに首差を呼ばず2着に敗れたが、12月27日の新馬戦で勝利した。1999年に入ると、500万以下条件戦の副受走特別で3番人気に、 支持されるの三着となったが、自層のギー・イキサラギ賞では、格上挑戦ながら二番人気に支持され、圧倒的一番人気のシン・キャメロンを破って、重傷発制覇を収めた。次の弥生賞でも二番人気に支持され、一番人気、アドマイヤベガを抑えて勝利。前年の日本ダービー優勝はスペシャルウィークと同じ、ローテーションを辿ったこともあり、 一躍クラシックの主役の一頭に浮上していった。しかし、サツキ賞では、テイムオペラ王の大外教習に敗れ、二着には、ドーバッシュの大墨ブライトが入選し、成田トップロードは三着となった。自走の東京優春では、僅差で一番人気に押された。レースでは、中段待機から直線で早めスパートで抜け出したが、 ゴール直前でアドマイアベガに刺され2着に敗れた。第60回菊花賞夏は休養に当てられ、秋の初戦、菊花賞トライアルの GII 京都新聞杯に臨んだが、またもアドマイアベガの2着に敗れた。そして、最後の一巻となった菊花賞ではアドマイアベガ、TM オペラ王に続く3番人気に押された。 道中4番手を先行し、長く使える足をうまく生かすため4コーナーで先頭に、立つとそこから、ラストスパートをかけ、TM オペラ王の猛追を振り切り GI をダッシュした。実装の有馬記念では、4番人気に押されたが、スタートダッシュが効かず7着に敗れ、初めて副賞圏内と掲示板を外すこととなった。小馬となった2000年は、京都記念で、TM オペラ王の2着、 阪神大賞典と天皇賞は共に TM オペラ王とラスカル鈴鹿に続く3着となり、その後休養に入った。秋の京都大賞典では先行するも、TM オペラ王に交わされる内容で2着、天皇賞では後方からの競馬で5着に敗れ、構想するも勝つことができないレースが続いた。自走に予定されていたジャパンカップでは、選出に漏れて除外されてしまい、 一週間後のステイヤーズ・ステークスに出走することとなった。ステイヤーズ・ステークスでは圧倒的一番人気に支持されるも直線で伸びきれずホット・シークレットの4着に敗れ、渡辺義彦は調教師と相談して成田トップロードの安城から降りることになった。その後、有馬記念には的場人志が起乗したが9着であった。テームオペラ王が 史上初めて小場中長距離路線の GI 競争5戦を含む重傷8戦を無敗で制覇し万票で JRA 少年度代表馬に選ばれたのに対し成田トップロードは年間未勝利となってしまった2001年も的場起場で京都記念に出走するも真っ黒の三着に敗れ続く 阪神対焦天からは的場が騎手を引退したこともあって、渡辺義彦が安城に復帰して出走。このレースでは3分2秒後の芝3000メートル世界レコードで2着、エリモブライアンに八馬審査をつけて圧勝し、菊花賞以来となる勝利を収めた。成田トップロードが長距離の前哨戦を解消したのに、対し、テームオペラ王は、 前哨戦の大阪杯で4着に敗れて、前年の京都記念から続いていた連勝が8で、止まったこと、名称怒涛は、初の3000メートル以上の競争となることなどから、その後の天皇賞では2つ目の GI 制覇が、期待されたが、その2頭に敗れて、再び3着に終わった。秋初戦の京都大賞典では、最後の直線で、ステイゴールドに進路を妨害された際に馬体が、 接触して渡辺が落馬したことにより競争中止。この時、成田トップロードは足に軽い打撲を負ったため、大事を取って、天皇賞を回避する事態となった。なお、審議の結果ステイゴールドは失格となっている。その後のジャパンカップでは、ジャングルポケットと、テエムオペラ王から0.6秒遅れで三着に、入り、初めて名称土塔に先着した。しかし、 有馬記念ではその年の菊花賞優勝馬、マインハッタンカフェの10着と大敗した。なお、この有馬記念でもテームオペラ王は5着に入選しており、結局、コバとなってからはテームオペラ王に一度も先着することができなかった。テームオペラ王引退後の2002年も現役を続行し、この年も京都記念から始動した。有馬記念での大敗や6 0ラムの金量を、 背負うこともあって3番人気に甘んじたが、町金金の星との叩き合いを制止勝利する。続く、阪神大賞店では、前年の年度代表馬ジャングルポケットとの2強を、形成したが、レースではそのジャングルポケットらに解消し、3年ぶりの、重賞連勝と、同一 GII 連覇を達成した。その後は3度目の天皇賞に挑んだ。 日本ダービー以来となる GI での一番人気に支持されたが、最後の直線でマンハッタンカフェを捉えきれず、ジャングルポケットにも刺されてまたも三着に敗れた。宝塚記念には出走登録されず、夏場は休養に充てられた。秋は主戦騎手の渡辺義彦が怪我で戦列から離れたため、4位、広文が騎乗することになった。 昨年落馬の浮き目にあった京都大賞店では、後の GI 馬鶴丸ボーイやタップダンスシチを下し、この年重賞3勝目を挙げる。天皇賞は2番人気に押されたが、スタート地点直後のデーネーに足を取られたこともあり3歳馬、シンボリクリスエスを差し切れず2着に敗れた。続く、ジャパンカップでも2番人気に、支持されるが、見せ場なく10着と大敗した。 引退レースとなった、有馬記念では、渡辺義彦が、安城に復帰、苦手とする、雨の中での競馬となったが、先行気味にレースを進め、最後の直線でも大外から伸びて一番、人気ファインモーションをもかわして四着となった。2003年の年初、京都競馬場において、菊花賞優勝時のゼッケン一番をつけて、引退式が行われた。GI は、 菊花賞のみであったが、GII は、阪神大賞典連覇をはじめ、弥生賞、京都記念、京都大賞典を勝っており、当時の最多記録となる5賞を記録した。また、天皇賞は3年連続で3着に入り、有馬記念を3連続3着したナイスネイチャーに並ぶ、珍記録となっている。獲得賞金はわずかに10億円のお題には届かなかったが、 引退時の通算獲得賞金順位は、前年に引退した、同期の名称怒涛をわずかに上回り歴代6位、山地秀則の所有場としては、単独2位にランクインしている。勝ちきれない競争が多かったが、常に、ファンから愛され続けた馬であった。陣営は当初引退レースとして、国際 GI の香港バーズを予定していたが、成田トップロードが、 同年外に GI を勝っていない馬にもかかわらず、有馬記念のファン投票1位に支持されたため、陣営は、香港遠征を取りやめ有馬記念を引退レースに選んだ。主戦騎手の渡辺義彦にとっても初重賞制覇と、初 GI 制覇をもたらした思いである馬で、不法に際して、この馬は、かけがえのない存在であったので、大変ショックを受けていますとコメントしている。 なお2013年現在、GI 一生場としては、ステイゴールドに次歴代2位の獲得賞金である、ヤシロ大スタリオンステーションに種ボバとして、つなぎようされた。2005年2月に、暴行結石が見つかるが、種付けを優先させる、スタリオンの方針により、種付けシーズン後まで、根本治療は見送られた。シーズン後ようやく手術を受けるなど治療を受けていたが、 11月7日午前1時に、心不全のため、3世代の産区を残し、くしくも菊花賞で悲願の GI 制覇を成し遂げた6年、前と同日に死亡した。アドマイアベガも2004年10月29日に、偶発性異破裂のため亡くなっており、これで1999年のクラシック3巻を分け合った3強のうちテームオペラを除く2頭が、溶接してしまった。 サン区は2006年にデビューし、同年5月10日に、札幌競馬場で行われた、フレッシュチャレンジ2歳で、インパーフェクトが2着に大差をつけて、サン区として初勝利を挙げた。また、ベルラレアが2007年4月22日に行われた、フローラステークスを制し、中央競馬の初重賞を制覇。続く、優秀品馬では一番人気に押されたが惜しくも2着に、 敗れた。母フローラルマジックは輸入場で、半兄には全日本三歳優秀を制した、報酬サルーンが、半姉には、祭りだごっほの母である、ペーパーレインが、半妹のフローラルグリーンの子に富士ステークス勝ちの、ダノンヨーヨーがいる。ありがとうございます。